はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。5時半を回って5時40分ですね。ドルウォンはウニャウニャですね、1334と、ドル円は 149.92 と、まあ変わりませんね。はい、はい、その他も大きな動きはなしということでございまして、本題はこれですね、中国大紀元にですね、これは今日出ました記事ですね。でタイトルはですね、両海の機械中、両ってのはあの両側の両ですね、1両2両の両です。両海、2つの大きな会議という意味でしょうね、の期間中、草木開閉となった北京。草木ってのは草木ですね。開閉はみんな、みんなという字と兵隊の兵ですね。草木までもが兵隊になるという意味でしょうね。となった北京、あふれる検問所と監視員。中共は何を恐れるのか、クエスチョンということでですね。まあ、北京中ですね、その、警察と、その、それに類する人々だらけになったという話でございます。まあ、こうちょっと読みますとこんな感じですね。今年中国では3月4日から5日にかけて両会と呼ばれる2つの重要会議、全国政治協商会議と全国人民代表大会が開催された。もう終わったんですかね、2日で。その間、あれちょっと待って、もうちょっとやってるんちゃうの、11日までやってるのか、記事を読んだ覚えがありますけど。その間、開催地の北京では例年以上の厳戒態勢が敷かれている。草木開閉と言われる通り、中国共産党は明らかに何かを恐れている。町の草木までもがまるでスナイパーにでも見えるのだろうか。北京の街頭には大勢の警官員や警備員、市民ボランティアなどが出て、総がかりで同じ市民の一挙一動を監視していると。これらの治安維持要員は街を歩く市民に対していつでも職務質問をするほか、持ち物の抜き打ち検査なども行うのだ。これに先立ち、北京市公安局は3月1日からドローンなどの飛行活動を禁止する通達を出している。また、両会閉幕までの間、北京に送られる郵便物や配達荷物は二次案件が行われた。中国語の二次案件とは、X 線機器などを使った空港と同等レベルの安全検査のことだった。まるでその間にテロが起きるのを恐れているんですかね。このほか、地方から陳情民が北京入りすることを阻止するため、列車などを利用して北京に来る陳情者以外の民衆に対しても必要な検査や実名認証が行われている。北京をはじめ福建省や山東省など各地の反体制派や人権活動家は現地警察により厳重に監視されている。中には軟禁状態に置かれたり、当局によって、旅行させられる人もいると。いや、お前ちょっとこの間どっか行っとれということですね。まあ以下ですね、続くんですけども、この辺にしておきましょうか。何がってやっぱりね、やましいことがあるんでね、ビビってるようにしか私には見えませんけどね。つまり反乱めいたことを起こされる、抗議デモが起きる、あるいは去年みたいにですね、習近平やめろとかいう横断幕をこう下ろされるとかですね。だからね、交差点に人がずっと立ってるんですって。もうね、すごいですね、ほんまにね。そういうのがあるとですね、社会が動揺すると思ってるんでしょうね。まあね、その、こう、何がやましいってね、正当な政府ではないという、こう、この今の状態がですね、中国共産党にやましさをですね抱かされているわけですね。例えばアメリカの大統領は選挙で選ばれますでしょ。で、日本の首相は選挙で選ばれたですね、国会議員が選挙して決めるわけでしょ。そこに民主主義の正当な手続きを踏んで選ばれた政権ということになるわけです。ところが中国共産党はですね、70年ちょい前にですね、75年ほど前にですね、まあ、あれですね、
武力で政権を奪い取ったわけであって、その後選挙をしたわけではないわけですね。今中国で民主的な選挙をしたらですね、共産党は第一党になれるかどうかっていうのはですね、非常に危ういですよね。まあ、他にどんな政党が出てくるかにもよりますけどもですね、それだけにですね、彼らにとって人民、いわゆる民衆というのはいつ何時ですね、自分たちの敵にこう表現しても、あれですね、驚かないというか、まあ、表現してもですね、表現できる存在であるわけですね。おかしくないんですよ。表現するしてもおかしくないわけですね。だから警戒すると、敵視するということになります。なんとも悲しい現実ですね。自分たちが常にね、人民のために、人民の利福、福利に貢献するような政治をしていればですね、そこまで恐れることはないんですけど、していないわけなんですね。市民から言論の自由を奪いですね、民族の自主性を奪い、ですね、都合の悪いことはみんな隠し、ですね、自分たちに逆らってたらみんな牢屋に掘り込んで、死に至らしめるということを平気でやってる連中なわけですね。そこにやっぱり自分たちのやましさというものがですね、見えて、それがですね、民衆に対する恐れになってですね、このようにですね、町中に警官を配するということになるわけですね。まあ、本末転倒という感じがしなくもないですね。ところが今そんなね、何か中国でですね、反政府的な行動が起こるかというと、そういう雰囲気は全くないですね。彼らは1989年の天安門を恐れてるんですよ。あの時あからさまにですね、政府に対して民主化を要求する人々がですね、100万人以上集まったわけですね。だからですね、あんなことになるとですね、共産党政権がですね、崩れてしまうかもしれません。で、共産党政権の人々はですね、自分らは権力を利用して悪いこといっぱいしてるわけですね。まあ簡単にはいっぱいこのいい思いをして金を貯めてですね、いつでも中央から逃げられるようになってるわけですね。そういうまあインチキ臭い政治をしてるからこそですね、民衆を恐れるわけであって、ピリピリとしている裏返しは恐れですね。まあね、しゃあないですね。中国という国のですね、共産党の共産庁というですね、私が呼んでいる体制がですね、崩れる可能性は5年以内に私は崩れると思うんですけどですね、別にこう今すぐ崩れてもおかしくないぐらいの状態なんですね。だからこそピリピリしてるんですけどもですね、いくらそんなにこうピリピリして限界したところで、崩れるときは一気に崩れますからね。警官の数よりもですね、市民の数の方が圧倒的に多いわけでしてですね、天安門の時はですね、警官の数で足りないから戦車を出してきたわけですね。で、キャタピラで市民を踏み潰したわけですけども、まあそれが、またもう一回やるというのは可能ですよ。そういう事態になれば。でも次に起こる時は僕はそんな天安門型ではなくってですね、白紙革命型やと思うんですね。白紙革命というのは2022年の末にですね、ゼロコロナやめろってい こう、まあ、メッセージをですね、白紙に託して、全国各地市民がですね、白紙を持って、まあ、行動したという事件でして、これで中国共産党はですね、ゼロコロナをやめざるを得なくなったわけです。で、あんなことがですね、もう一回起こったらですね、今度はですね、共産党やめろみたいなですね、習近平やめろみたいな感じでですね、何かが起こった場合ですね、抑えが効かなくなってですね、警察も軍隊もですね、共産党の言うことを聞かなくなる可能性があるわけですね。その時が共産庁の終わりの時です。まあ、警察や軍隊といえども人間ですからね、自分の親兄弟がいるかもしれないですね、群衆に対して発砲したりというようなことはですね、躊躇するでしょう。天安門の時はですね、割合遠いところから軍隊を呼んできたんですね。なんで、まあ、その軍人さんたちの中にですね、北京に家族がいないようなところから確か軍隊を呼んだというような記憶がございます。まあ、しかしね、白紙革命みたいなことになったらですね、その地元の警察なり軍隊で抑えなあかんわけでしょう。こうなった時にですね、抑えが効くかというとですね、かなり危ういわけでして、だからこそ共産党はですね、そういったそういういわゆる騒ぎが起こることをですね、極度に恐れているのではないかなというふうに思いますね。
はい、ということで一応ですねこの大起源のですねアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。